はいどうも、カッパ園長です。じゃあ、この動画ではね、えー、岸田政権のちょっといいとこあるわけない。ざーけんなって話なんですけど、そんなのばっかだよね、本当ね、うん。なんか抗菌がめてみたりさ、うんで、今回はね、この外国人、ね、不良外来種対策ですよね。もう、なんとなく想像つくと思いますけど、ねぐだぐだです。 この人たちには日本社会、ね、日本人、なんか日本の何かしらを守る気は、まあ、ないですね。うん、ですないです,す。なんかあるようなふ、まあ、りはね、今回してるんですよ。例えばね、この岸田総理はね、英断って書いてあるんですけど、えー、税金や保険料を納めない外国人の永住許可、在留許可を取り消せるように法改正する。これ自体が本当だったら反対はしないですよね。むしろ今まで何やってたんだよと。 大急ぎで、ね、秒でやれよと、ねね。中国人とか韓国人観光客のためのなんか案内板のなんか充実とかそんなもんどうでもいいからさ、ね、こっちも先にね1分1秒早くやりなさいよってそういう話ですよね。本気だったらですよ。うん、とか言っときながらですよ。ね、え例えば、あそうだな。 えー、もうこれも治安崩壊案件つっていいんじゃないですかね。これ何日か前というか、先月、あ去年だったかな、だから1回なんかニュースでね、まあ、もしかしたら取り上げてたのかと思いなんかこの話、そもそもの話は、ね、覚えてるんですよ。このグエンさんたちの話ですよね、この偽造車検シール、えー、なんかこの1枚3000円で、えー、なんか販売していたっていう話あったじゃないですか。あれのの続報ですかね大量無無車検無保険 そういうくる、ね、存在を生み出したでそれに対してねどういう決着ついたと思います執行猶予4年だってはっ <laughs> 取締役ゼロみたいなあとこれもねちょっとこれは僕ちょっとは初めて聞いたパターンなんですけど例えばこの『週刊少年ジャンプ』とかさこのマガジンとか『サンデー』とかこの週刊誌雑誌ありますよね まあ今回、ジャンプの話らしいんですけど、こ発売前になんかこのネットで公開される早晴れ、でそういうことを仕掛けてくる早晴れ師なんていうのがいるの知ってました初めて聞いたんですけど、そういうなんかふざけたやからがいるらしくて、それがどうやらね日本人じゃなかったっぽいんですよね。こんなとこも食われてんのか。てか、むしろこれわざとやってんじゃないの手引きしてるやつはいるんじゃないのか。あるいは中に入り込まれてるとかさ。 聞いたことありますこの早晴れし、ね、やってることはまあなんとなく想像つくと思うんですけどいや公開される発売される前になんかこ情報を抜いてでそれをこうなんかじゃあ一丁っ,ってこの巻いちゃうっていうでこれがあ不良外来種のせいだったこれなんだろうねこの印刷所とかにこの、ね、不良外来種が従業員として、えー、いてでそいつらが勝手なことするってことなのかな なんだかよくわかんないけど変なやつばっかなんだよ結局はねうんでまあ逮捕されてね外国籍2名これなんだ明らかにされてないパターンですかうんっていうことはやっぱり半島系かなんかですかねうんいやけしからんよなほんとなんえーと東京都内30代外国籍容疑者2人わかんねえなこれだけじゃしかもなんかこの熊本県警察本部なんで熊本から ね、この東京都内だからまあ警視庁と協力してみたいなそういう感じなのかなうんなんか半島臭いよねだからさねもっともっとがんがん容赦なく取り締まらなきゃいけないわけじゃんね未いまだにスパイ防止法一つないんですよ、うん、本気なんか日本を守る気あるのかなってね首ひねっちゃいますよねないですよどう考えたって。 ないんですよ。でね、その1つの証拠じゃないんですけど、一番最初はほらなんかこの取り締まると、ねあの、金払ってないやつはっていう話あったじゃないですか、あれも、ね、おそらくなんかその振り、うん、検討っていうだけで振り、やんねえだろうっていう、まあ、その変な、証拠っていうとちょっと変なんですけど、えー、それと同時にこんなことも言ってるんですよ、岸田総理。 ネット上で不当な差別や偏見が横行している、えー、断固立ち向かうっていう宣言するんですよね,ねこのなんか人権とかさなんか自由とかさこの権,利とかそう権利とか自由とかをこの掲げてくるやからはもう花から疑ってっていうなんかそういうのがもう少なくとも僕の中にはあるんですよ、ね、そもそもこれを言い出すやつってろくでもねえやつしかいないって踏んでるんでもう うん、いやは、ね、りこの差別がなんだって、別にこの差別があっていいって言ってるわけじゃないですよ、ね、これをでかい声でわめき散らしてるやからは、ね、それを盾に、うん、けしからん動きをして、ありえない金額を引っこ抜いている、チュッパチャプサー、集中スキームにへばりついてるやから、うんで、岸田総理がこれを言ってるってことはどういうことですかね、うんうん、そういうことですよ。 だ結局、こいつらえだってさ、そもそもね、裏金、ね、キックバッカー政党のね、うん、親分が何ほざいてんだって話ですよ。だこれを言っているってことは、例えば少数とか弱者とかね、うん、だからこう、いわゆるこの不良外来種も、ね、どんどんね、例えばこの埼玉川口クルぞの件とかですよね、どんどん入国させる,させるつもりですってことだろ。うん 大体不当な差別ってなんだよ具体的に定義してこいよ、うん、ああだって外来種捕まってもすぐ釈放されてまた好き勝手、ね、やりたい放題やらかし続けているんですけど、ね、そこなんとかしろよって話なんですよねえだって意味分かんなくないですか突然なんかよく分かんない人権宣言みたいなことってね公爵垂れ出してるんですよ、うん だからもう結局、好きならば、ね、この増税という名の私服を肥やす、ねうん。金の執着半端ない。あとはもう、我々日本人をなんかこの搾取、ね、対象に、ね、締め上げる。だもう本当、なんだろう。有権者、国民への暴力だよな。こいつが言ってることやってることはね、うん。いじめという名の犯罪だよ。 日本国民有権者に対するそろそろもう我々も黙ってる場合じゃないんじゃないですかねって思うんですよねうんだから結局この人たちはねなんか日本人のため日本社会のために何かをこのするふりね検討とか、ね、検討という名のするふりだけして実際やってることは我々日本人をもっともっと減らすことね まさに異次元の少子化対策ですよね。うん、ね。我々日本人の頭数を減らそうとしてるんで、こいつらは。もう騙されるわけにはいかないですよね。でその代わり、この不良外来種をどんどこどんどこ税金使って呼び入れてるんだから。なんとかして止めたいんだけどな。どうすればいいですかね。はい、以上です。